ったらあの時の忍びじゃねえか。やつれてるな。やり時か。ほう、その状態で俺と差し違えるとは、やはりお前極上だな。無傷で倒すのは難しいか。お前の疲労はお前の自覚以上だ。体さばきが遅い。お主こそ左の重心、かばい方が慣れてないな。立ち姿でわかる。その左腕、重傷で使えないのだろう。ああ、はいはい、終わりです。無駄な牽制合戦はやめてください。無駄じゃねえ、予備動作の読み合いから戦いなんだ。無駄です。まず非科学的だし、今やることじゃない、無意味。我々が今やるべきは情報収集。ここまでの彼の経験や担当の浅右衛門の所在、あるいはそこの少女について聞き出すこと。殺し合っては有益な情報は得られません。だから殺さず情報を奪うとかにしましょう。殺さないための処置なら心得てますし。おや、戦うつもりですか、我々二人を相手に。動くなら今か。だがこの二人は強い、間違いなく強い。これまで通りは通用しない。もうガランのガビマルではないのだから。何のつもりだ。お主らの強さを見込んでの提案だ。共闘関係を組まないか。動かなかったな。騙すつもりじゃねえらしい。だが落胆した。俺が求めるのは強者。敵にやすやすと頭を下げる腰抜けじゃねえ。思考が短絡的ですよ。こうまでする理由、僕は聞いてみたい。なんじゃその天仙様とかいう化け物は。そんな強そうな奴は会わなかったぞ。なんで。知らんよ。っていうか再生能力、首折っても焼いても死なない。内臓はどんな感じでした。知らんて。詳しいことは知らん。わしは無罪になってある人に会いたいだけ。そのためならば手段は選ばん。どうか力を貸してほしい。しかしその話が本当だという証拠は。よし、乗ったぞ。蓬莱にも天仙にも会えりゃ一石二鳥。俺たちもちょうど迷子だったとこだろう。そうですが、彼は競争相手でしょ。いいんだよ、どうせ無罪など本当の目的じゃねえ。ああ、剣の腕を磨きたいんじゃなかったんですか。そりゃ手段だ。俺は不老不死になりてえのさ。まさか仙薬を自分で服用するつもりですか。ちげえよ。言葉通りの不老不死など退屈なだけだ。天下に轟く異形をなす。さすれば俺の名はいよいよ限りなく語り継がれ伝説となる。この民や岩鉄祭の名は老いず死ぬこともない。今まさにこの姿が、この言葉が絵となり文字となり、途方もない先の時代に残る。これぞ誠の不老不死だ。本当に途方もないですね。結構、俺は本気だ。でお前はどうする。なんとかえもん、俺は決めたぞ。浅右衛門です。古代じみたロマンには興味ありませんが、不死の生態には大変興味がありますね。天仙とかいうの俺に退治させろ。殺したら解剖させてください。
共闘成立だな。では改めて他の情報を。ああ、まずはこの少女だが。お、何を驚いているんですか。いや、さっきまで幼かったのに成長している。気にすんなよ、んなこと。女の発育の神秘だろ。そういう問題じゃない。カッピマル、喋れるようになったのか。お主は何者だ。いや、そんなことより戦薬について教えてくれ。すまん。あ、助けてくれてありがとう。喋れるなら教えてほしい、あの不思議な力。お主も天仙様と同類なのか。やはりどう考えてもおかしい。セン太殿、あなたは天仙様は蓬莱で人々の魂を選別する神だと言いましたね。ああ、これまでの話を聞いて確信しました。ここが本物の神仙教だとするのはやはり無理がある。明らかに人為的な宗教体系だ。どういうこと？蓬莱や英州、あるいは座禅、そして天仙様の名称、これらは本来別々の宗教圏で用いる言葉です。別に神秘の島なんだし、ごちゃ混ぜでいいじゃん。そこが問題です。ない混ぜになった要素はどれも特定の文化圏の一面的解釈によるものです。はあ、ならば人間世界の宗教観が先んじてあるということ。混ざり方も実に大雑把です。特定の時代文化が表層的に混じってるだけ。このいびつさ、見覚えがあります。え、何？モロマキアです。彼は倒幕を目論む新興宗教の教祖でした。彼の宗教もここと同様、様々な宗教を継ぎはぎしたいびつさがあった。僕が以前にここを出来損ないと感じたのはそれゆえです。信仰だけでなく、化け物や島の構造を含め、おそらくこの島には創造主がいる。これは推測ですが、誰も戻ってこないのではなく、はなかした人間だけが戻ってきたというのも初めから意図されたもの。しかし、いいえ、だからこそ何者かの意図があるなら、同時に解明の糸口となりうる。戦略も脱出経路も必ず見つけ出せるはずです。すみません、喋りすぎました。いや、別にいいけどさ。さすがセンタ殿、お詳しい。こういうのお好きなんですね。まあ好きというか。とても頼りになります、見張り以外は。その推測が事実なら厄介ね。千年以上も続いてきた意図、私たちごときで攻略できるのかしら。もしかしたらガビマルたちもとっくに死んでんじゃない？いいえ、きっと生きてます。そして絶対に諦めていない。今もどこかで手立てを考え実行している。最愛の人に会うために。それがガビマルという男です。もしもお主が天仙様の秘密を、対抗する手立てを知っているなら、わしに教えてくれ。もし天仙様に対抗しうる力があるなら、わしに教えてほしい。タオ？タオ？それが力の呼び名。タオ、強い弱い、心体、強い弱い、丹田合わす、強い弱い、怖い。タオ、強い、全然わからん。丹田って武道でいうへそのことじゃねえか。
正確にはへそのちょい下、大陸医学で経絡を表す言葉ですね。で、結局タオってなんだ？そう、タオは万物に流れる力のことだ。万物に流れる力？天仙様はそれを操るのですか？そうだ、この世の全てはタオのルテンでできている。それに触れることは神羅万象の根源に触れることだ。意味不明。独特な信仰に根ざした話ですから、僕たちに分かるように説明してもらうのは難しそうですね。はあ、どっかに説明上手でイケメンな先生いないもんかね。私一人でいい。敵討ちはするが、君の上達を待つ気はない。俺も戦いたいよ先生。前にも言ったが、私は君の先生じゃない。何も与えていないからね。いや、呼ぶね。あんたはただ者じゃない。さっきも後ろから襲ったのに、鑑定だけじゃ説明つかない。頼むよ、俺にも与えてくれ。もうこれ以上目の前で大好きな人が死ぬのは耐えられないよ。俺の先生になってよ。この感覚は一朝一夕には教えられないんだ。難しすぎて。この世のものには全て固有の波がある。波？ああ、体の周りを流れる波だ。私はそれを自覚しているのだ。おかげで君の身長や体重、束ねた髪もわかる。本当の話？もちろん。波を利用すれば感覚だけではなく身体能力も向上する。タオを極めれば神のごとき力と体を得る。知覚するには心を整えねばならない。激しすぎず静かすぎず。タオ、心強い弱い、静と動、陰と陽、その循環、ルテンこそがタオの力を引き出す鍵だ。怒りと平静の中間、あるいは両立。自分の心をそのような状態に持っていく。そうすることで波を感じやすくなる。仏教的に言えば中道。その心持ちが本来以上の能力を引き出す。例えば自分より大きな力をいなしたり、死ぬような傷を受けても死ななかったり。だがこれはすぐには体得できん。第一、私にもわからない部分が多い。それなら攻めてく。君の場合はそれ以前だ。刀の構えからして悪い。え、じゃあどんなのがいいんだよ。まず左手は正中線に、右肩と右足は同じ向きにする。強い握りも切り込む一瞬だけ。それ以外は軽く持つ。むやみに振り回さず、なんか左手を意識。全部教えてる？天然か？わざと？殺生はいけません。どんな命も大切に。先生！
つかなければ刃も長く持つ。この世のものには全て固有の波がある。私はそれを自覚しているんだ。腕力に頼らず刀の重さを利用しろ。疲れにくくなる。腰を回すのも最後だけ。膝は落とす。腕は張る。私は君の先生にはなれない。お役目の間は立場がある。だが学ぶなら勝手に学べばいい。はい先生。だがあの化け物にかなわないのも事実。噂の鍛錬も必要だが、この島にはそんな悠長な時間はない。まったく、ゆっくり話もできんな。そのタオってのが天仙を殺す術だとして、ゆっくり手ほどきを受けようなんざのんきすぎるだろ。戦い方なんぞ戦いの中で覚えんだよ。幸い練習相手には困らん。さあそのタオって力を教えてくれ。お嬢穴に人間を放り込めばやがて花と同化するって仕組みさ。すごいの作ったねムーダン。これからは効率よくタンを収穫できるじゃん。穴に入れる人間は殺さないようにね。自力で出ようとしたらどうなるの。弱らせれば人間の登れる深さじゃないさ。それに内壁が邪魔をするよ。彼らは皆自分と同じ境遇に他人を招きたいから、相手を捕らえて離さない。でもどうやって。大方あいつらの弱点は下半身だろ。やつの体をぶった切った時、あの化け物は下半身から再生した。頭と心臓のある側じゃなくな。となると急所は交換か閉鎖だろ。なんか植物っぽかったし、上より下の根っこの方が弱点でもおかしくねえ。さすが兄さん、それが状況整理と対策です。なんだよ。いえ、少し噛み締めようかと。何を。ああそうかそうか、お前も空気になったか、バケモンの肉。違いますよ。ってそれバケモノじゃなくて。食っとけよ、体力つけとかねえと持たねえぞ。兄さん、やっぱり生きてましたか。失礼、突然声をかけて失礼。どうか警戒しないでいただきたい。何者だお前。関係ねえよ、バケモンだ、殺す。いやいやいや、私には知性があります。話し合いましょう。私は偵察に来ただけ。天仙様の命で。天仙様ってのは
あの男か女かわからねえやつのことか。さよう、我らが死です。あなたたち以外にも島に上陸した人間のもとに仲間が偵察に行っているはず。我ら同志の仲間が。同志？あの化け物は送信とか言ってたか。とんでもない誤解。送信は知性もない出来損ない、法来に入ることも許されないゴミどもです。我々同志は天仙様直々の弟子、右腕。城内で天仙様に学びながらお世話をし、面倒事を処理する。それが我らの務めです。法来、城内ですから、お願いします。穴に戻っておとなしく炭になって。野蛮。兄さん。なんだこの度よ。あなた人間離れしてる。もしやタオを。うるせえよ。てめえがその天仙ってやつの仲間なら、てめえをぶちのめすことが奴らへの最短距離ってわけだ。カモネギってやつだな。力ずくで聞き出してやる。いいでしょう。平和的解決を望まないなら、こちらもそれなりの対応がある。罪深く愚かな人間め、おとなしく単になっていた方が幸せだったと思い知れ。貴様、ザコどもを切れ。任せたぞ。了解です。兄さんはそいつに専念を。この男は強い、だが相当疲弊している。タオの流れを見れば一目瞭然だ。この怪我でこの動き驚異的だが無駄だ。タオを扱いぬ者の攻撃などさじ、素質はあるがその程度。タオの弱い攻撃など効かぬか、立ちどころに再生する。